今キックオフとなりました第29回関東女子サッカーリーグ一部前期第5節南葛 SC ウィングス対星槎 OSA 零夜湘南 FC の一戦を泉田総合スポーツセンターからお届けしていきます。そうだです、2番。さあここから見せてくれるか菅野。菅野が送っていく、相田もいる、こぼれた。さあ高原が前を向いた、ドリブルで仕掛ける、どこを選択するか、右サイドを選択、ここに相澤がいます。さあ中には広瀬、ニアサイド、ちょっと長かったですねパスがね。広瀬もいる、その広瀬を使う、左から佐藤が来てる、打て佐藤の左足、今ちょっと手にそうですね、ちょっと当たっちゃったな、当たってしまいました。守護神高橋飛んだ、読んではいましたが、ここはレイヤーが先制となります。レイヤーが PK を決めて先制、ところに合わせていきたい。さあ中谷が行きます、ボールを奪った。さあ中にもいる、広瀬がいる、ボールを送るが超えなかった、トラップ大きくなります。中谷ここから打っていく、いいシュートがありました。中谷、佐藤が行きます、左の佐藤、ボールが通ってしまう、国吉仕掛ける、瞳が抜かれた、シュート。ーさあ右サイド堤も走っていますが、ここ通らない。今試合終了となりました。さあ田山さん、はい、試合の総括をお願いいたします。その中でも0点っていうところがちょっと悔しいところでは、そうですね、やっぱりちょっと点取るっていう意味ではもうちょっと強引さだったり、まあ、あと、まあ、この1本通せばっていうシーンが何本かあったんで、そのあたり改善していかないと、まあ、このね、まあ、紙一重というか先に点取ってれば全然結果は違ったと思うので、はい、まあ、そのあたりがね、まあ、紙一重なんですけど大きい差かなというふうに感じましたね。